パワー。あれ大好きだったんだけどね。パワー。パワー。ということは今日はポランコ？ポランコだな。選手。ポランコな。ということで今日はポランコ選手を救いたいということで。まあ救いたいというか、はい、まあ巨人からね、そうなんです、戦力外ということで。ということなんですよ。あのパワーが好きだったな。あのウォーカーとか一緒にハイタッチしてな。そうな。そうなんです、うん、ウォーカー選手はそのまま残り、はい、ポランコ選手が戦力外ということで。そうだな、はい、今シーズンなんですけれども、うん、まあ、今シーズンから加入してきました、ウォーカー選手と一緒に、はい、で138試合もうほぼほぼ出たということになりますよ ね、はい、で2割4分、はい、でチーム3位の24本塁打、はい、これ打ってますよね。で58打点、はい、で得点圏打率は1割8分ということで、ちょっと弱いというかな、ね、まあ、そういうところはあったよね、はい、あと守備が課題でしたね。守備空振りしてたからね、はい、っていう。ただゴールデングラブ賞1票入ってた。お、出てこいや。誰が入れたんだか。どうか、いや本当に私が入れましたって度胸のある人が入れたんだろうね、まあ、多分 そういうことでしょうね。だから賞をちゃんとさ、公正な目で見ないとね、はい、1票なんか入るわけがないんだよ。守備がね、課題だったんですもんね。いや、まあ、本当にね、うん、まあまあでもそれはしょうがないね、はい、ただ戦力外ということで。だとしたら、はい、まだ他のチームに呼ばれるんじゃなかろうかと。そうだな、難しいですか、そこは。ちょっとどうなんですか、まあ、中日が全本塁打の、はい、今年抜けた人が20何本打ってるんだよね、はい、60何本しかホームランがなくてね、うん、で3分の1ぐらいが抜けると、はい、それを誰が埋めるかという、うん、パワーが、いや、あってもいいと思うよ。ただな、守備がな、バッテリーですよ。そうそう、だからそれが怖いんだよ。そうですよね、まあ、中日もね、あの立浪監督が直々にね行って現地に、なんかいい選手とか見てると。まあ見てるからね、はい、まあポランコっていうのはでも日本大好きだと思うよ、うん、うん、まあでもあの年でこう守備が上手くなるかっていうとさ、はい、なかなか上手くならないよね。ただそのウォーカー選手は残ったじゃないですか、はい、まあ、で守備も亀井コーチと一緒に上手くなってきてる、はいはい、あれは素人を教えてるから。いやいや、ウォーカーはね、はい、素人を教えて上手くしてる、はい、か確かに亀井の教え方って上手いんだろうなって。それはめきめき上手くなったから、はい、でも、はい、下手な部類だからね。まだ、そうですね、まだ、はい、まだまだできない部類だから、うん、だから DH があるパリーグがどうなのかなって思うよね。そうですね、うん、だからそのオリックスとか、はい、あ、外国人に恵まれない、はい、でもポランコだったらホームランは多分打つと思うんだよね、はい、で、まあ、西武、そうかな、あの森選手も抜けますし、あ、だからパリーグだったら俺は使えないとは思えないんだよね、はい、だから守備に使すと変だけど、はい、だからパリーグの DH があるところで使えるかなっていうふうには俺は思ってるけどね、うん、で考えるとやっぱりオリックス、これ走らせてもね意外と速いんだよポランコって。あ、じゃあいいですよね。そうそう、 いや、そうそう、だからロッテでもいいし、おー、ロッテも外国人に泣いたじゃない。そうです ね、だから、まあ、日本ハムでもいいし、まあ、DH だったらどこでもハマるよ。だからやっぱパリーグ、だってあの不作だったから、はい、今年 の、 あのパリーグの外国人って、うん、だからいいかなと思うけどね。逆にじゃあパリーグでここはないなっていうところは取らないだろうなっていうところはどうやろうな。取っといて損はないと思うよ、高いこと言わないんであればね、はい、だってソフトバンクだってデスパイネが、はい、まあ、故障があり、うん、まあ、そうなってくると右左で変えてもいいし、右ピッチャー左ピッチャーで変えてもいいし、うん、あと、まあ、オリックスでしょ、はい、オリックスはなあ、なかなか外国人っていなかったし、はい、まあ、西武もそうでしょ。そうですね、うんうん、でロッテは両外国人がちょっと悲惨だったでしょ。そうですね、で一人帰っちゃいますもんね、まあ、そうだね、はい、で、まあ、楽天もそうだよね。楽天、はい、でハム、日本ハムもそうだよね、はい、だからそういう意味ではパリーグ向きではあるよね、うん、そうですね。で実際にもう今シーズン、まあ、フルでセリーグで戦っている姿をパリーグも見てるでしょうし、まあ、日本の野球という意味では慣れてるよね、うん、ただセリーグとパリーグの違いはやっぱボールの力の差っていうのはあるけど、うん、まあ、外国人だったら対処していきそうな気はするけどね。そうですよね、うん、パリーグはじゃあいいですね、ポランコ選手。
ポランコなんか性格も良さそうだしさ、ウォーカー選手との話を見てると、やっぱね、一番はやっぱ性格なんだよね、うん、まあもちろん成績も大切だよ、はい、だけどやっぱこう性格がいいとこうチームに馴染んでくるからさ、うん、チームメイトとして、だからそういう意味では働きやすいと思うよね、うん、自分でそういうことができるっていうことはね、そうですよね、うん、だからポランコなんか性格も良さそうだしいいと思うけどね、うん、確かに。でそんな金額もね、なんか自分からもうちょっともうちょっとっていう感じでもなさそう、なんか日本で分からんよ、そう、僕ががめつかったね、パワーね、したらまあねーとか言ってるかもわからない、まあねーとか言ってるかもわからないけど、まあそんなタイプでもないと思うんだよな、うん、なんかそうですね、そうそう、だからそういう意味ではどっかいらんかねみたいなですよね。だからもしかするとその12月、まあ、人的のそういうトレードプラス現役ドラフト終わった結果、じゃあうちポランコ取ろうよとかそういう球団出てくるかもしれないですよね、まあ、そうだな。12月8日まで何しろその現役ドラフトが控えてるので、いろいろイベントごとが多すぎるよね、はい、今年ちょっと、だからトライアウトもいらないな、なんかねなんか話は全然違う方向だけどさ、うん、今のところ一人だけだろ、あの電話鳴った方ですよね、三ツ俣、はい、だけでしょ、はい、他なんか、まあ、水面下で動いてるのかもわからないけども、うん、まあ、あれだけの大騒動やって一人しかいないんだったらさ、現役ドラフトやらない方がいいよね、現役ドラフトもあるし、あるし、まあ、ポランコスクエでしょこれは。ですね、そうポランコスクエですけども、ああただやっぱり巨人からポランコ出るとなると、そのウォーカーがちょっと精神面寂しくなっちゃうのかなって。そうだな、うん、まあでもジャパンとの壮行試合、はい、夜座からホームラン打ってたしな、はい、うん、だからまあそういう面ではジャパニーズドリームを築ける人だよね、うん、ウォーカーって、うん、だから気づいていくのかなって。だからまあそこら辺ウォーカーもポランコがいなかったら働けないっていうような、うん、やわな精神状態ではないと思うんだよね、うん、まあそれは寂しい思いをするかもわからないよ、はい、いつも一緒だったと思うしね、うん、だからそれが一人いなくなるっていう、うん、まあでもウォーカーはなんかみんなから可愛がられるそうじゃない、もう愛されキャラですよね。そうだよね、だからまあ一時的な寂しさはあっても多分俺は大丈夫、切り抜けるというふうには思ってるけどね。まあでもね、ポランコ選手まだまだこう日本でねできるでしょうし、いやーまあ、だから大きな期待をするとさ、はい、それはまあ辛いと思うけども、うん、ただ保険をかけるんであればポランコなんかは、まあ、日本の野球に親しんでるしね、はい、いいと思うよ、うん、でホームランも適度に打ってくれるしさ、はい、だから、まあ、守備っていうリスクを考えると使いにくいけど、はい、まあ、DH があるところであれば、うん、使えると思うけどな。ですね、どうかね、パリーグ6チームの皆さんぜひ。ただ得点圏がなちょっと1割8分というのが、ただまあ1年目っていうことを考えるとさ、うん、まあ20本を超えて打ってきた、はい、まあ、それ考えると、まあ、来シーズンはもっと良さそうな気はするんだよね。そうですよね、慣れて、さらに慣れてね、うん、だから、まあ、使えないことは俺は全然ないと思う。ただいい外国人をみんな探してるからね。そうなんですよね、うん、下級な、うん、ただここで見つからなければ声がかかってもおかしくないよね。そうですね、うんうん、だからちょっと時間はかかるかもしれないけれども、円で契約するって言ったら絶対来ないよね今嫌でしょうね外国人安いから、ね、絶対ドル建てですよ、まあ、ドル建てだろうな、うん、契約するとしたらな。どうなんでも、その個々の選手によってももう円でもいいからやっぱ契約したいっていう選手もいれば、僕はドルじゃないと嫌だっていう選手もいるかもしれないですしね。でも円でもいいから契約してくれっていうのはなんかこう足元が見えるようで嫌だよね、なんかね。そうか、うん、だからまあ円はいいんだよ、ポランコだからポランコを救いたいタイトルなので。そうそうそう、まあだから、ね、まあ、性格的にも見てもね、うん、あのチームに馴染んでくれる、はい、そんな問題も起こさない、うん、ね、喧嘩もするようなタイプでもないし、はい、チームの輪を乱すような人でもないしね、うん、でホームランパワーパワーっていうぐらいだから、はい、ね、パワーもあるよ。そうですね、だからその守備には生かされてないけど走塁という面でも多分できると思うし、はい、だから割と DH で俺はハマると思うんだよね。そうですよね、でもしこれが本当にパリーグの、うん、まあ、パリーグでもセリーグでもいいんですけどポランコ選手獲得となったらもちろん速報でこれは出します。そうですね、だし、うん、ポランコちょっと呼んできたいよねそ
うですね、もうパワーだけでいいから。そうですね、じゃあポランコ選手が、はい、どっか日本のねチームに入れるように最後はパワー一本締めでを今日は終わらせましょう。はい、はい、せーの、パワー